はい、こんにちは。はちみつマイスター、おしゅんです。今回は37回目となります。コーヒーに蜂蜜を入れるというテーマでお話ししていきたいと思います。コーヒーに蜂蜜を入れるということなんですけど、実は昔からコーヒーに蜂蜜を入れるっていうのが一般的ではありませんでした。海外からですね、いろんなコーヒーメーカーさんが日本に入ってきて、例えば、スター〇〇とか、ドト〇とか、タリー〇とか、ブルーボト〇とか、そういった海外からですね、いろんなコーヒーの専門店さんが日本に入ってきて、気づけばですね、皆さんも見たことはあると思うんですけども、その売り場に、まあ、ガムシロップ等々が置いてある横に、蜂蜜が置いてあるというようなことからですね、日本でもコーヒーに蜂蜜を入れるということが、あるんだということで、日本人の方も認識をしだしたというのが、ここ最近の動きだと思います。何のために、そもそもコーヒーに蜂蜜を入れるかということで、ブラックで私みたいにこのように飲む人間ももちろんいるでしょうけれども、甘み漬けの中で、まあ一般的に日本でしたら、まあ、上白とお砂糖を入れたりだとか、まあもちろんちょっとこだわった方は黒糖を入れたりだとか、いう方が一般的だと思います。夏になると今度はアイスコーヒーなんかになると、まあガムシロップを入れるのが普通ではあるんですけども、やっぱりちょっと健康を意識した方であったりだとか、その上白糖であったりお砂糖ってあんまりっていう方がでも甘みが欲しいっていう中で、西洋の方から、まあ、一般的に蜂蜜を入れたらということで浸透してきたっていうのがそもそもなんですね。蜂蜜を入れる目的というのは、まあ、二つございます。一つは、もちろん先ほど言ったように、お砂糖の代わりの甘み漬けのために入れるということ。それと、別の蜂蜜のお花の味が混ざることによって独特の風味が出たりしますので、それを楽しんだりということで、コーヒーに蜂蜜を入れてるっていうのが、一般的なお話になります。よく聞かれるのに、まあ、もともと蜂蜜があんまり熱に強くないので、コーヒーに蜂蜜って入れていいんですかみたいな話を言われる方があるんですけど、先ほど言いましたように、目的っていうのはそこにはなくてですね、甘み漬け、お砂糖の代わりの甘み漬けであったり、香り漬けの部分が主目的でありますので、まあ、その辺は一切気にしなくて結構でございます。ちなみに私の方に、じゃあ実際どんな蜂蜜が合うのということで、よくご質問をいただきますので、一般的な代表的なコーヒーに合う蜂蜜をご紹介します。オールマイティに行けるのはアカシアの蜂蜜になります。これは本当にいつも言ってるように癖がないので、コーヒーの本来の味を全く邪魔しないものになりますので、アカシアも合います。一般的に言われる百花蜜と言われるもの、いろんなお花の蜜が混ざっているザ・蜂蜜という味になるんですけども、これも本当にコーヒーにはよく合います。あと、例えば国内ですと、レンゲの花の蜜っていうのをすごく合います。変わり種教えてくださいということで来ておりますので、変わり種をご説明すると、みかんではないんですけど、オレンジ。意外とオレンジの蜜もコーヒーには合います。コーヒーの、花の蜜。ベトナムだったとか、ガテマラとかで、まあ、取れるんですけども、コーヒーの花の蜜も、まあ、当たり前のようにコーヒーにはよく合います。ちょっと味は変わるんですけど、マヌカなんていうのも意外とあったりしますので、もしご自宅にですね、そういった蜂蜜がもしありましたら、一回コーヒーに入れて甘み漬けをしてください。また、お砂糖とは違った風味であったり甘みが出てきてですね、コーヒーがゴージャスになった感じがすると思いますので、ぜひ一度試していただければと思います。本日はコーヒーに蜂蜜を入れたらというテーマでお話しさせていただきました。では以上となります。ではでは、バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。これからもですね、蜂蜜のことであったり、蜜蜂のこと、プロポリス、ロイヤルゼリー、マヌカ、世界の蜂蜜などなど、いろんなこの蜜蜂に関連した情報をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。それと私インスタグラムも始めております。もしお時間ありましたらフォローのほどよろしくお願いしたいと思います。引き続きよろしくお願いします。以上、はちみつマイスターおしゅんでした。ではでは。